l e t a のフィガー。1820年代前半カドリーユとは、4組の男女のカップルが、スクエアになって踊る、歴史的ダンスで、伝統的スクエアダンスの先駆けとなったもの。および、その音楽のスタイル。トランプ遊びにも、カドリーユというゲームがある。バババ術のカドリーユ、カドリーユでのアクシデントイギリスの1817年のギガ、カドリーユは、もともと、 4人の騎手が馬と共に四角い形をした隊列を作って演じる17世紀の軍事パレードを指す言葉だった。語源はおそらくスペイン語のクアドリオ、ラテン語のキドラティスと思われる。このパフォーマンスは大変人気になり、やがて馬なしで演じられるようになった。1740年頃コティオンのようなダンスを基礎として、より複雑なダンスに発展した。 フランスにもたらされたのは1760年頃。イングランドには1808年にベリー・ジョーという女性が紹介し、デボンシャー校によって1813年には流行のダンスになっていた。その後、上流階級に広まり、1816年には多くの人がカドリールを踊れるようになっていた。カドリールは活発なダンスで4組の男女のカップルが 四角い形を作って踊る。それぞれのカップルは、スクエアの中心を向いている。ヘッドカップルと呼ばれるカップルが一組いて、残りのカップルは、サイドカップルズと呼ばれる。ダンスのフィガーは、最初にヘッドカップルが踊り、それから、サイドカップルズが反復することが多い。元々のフランスのバージョンでは、二組のカップルによる、 踊りで、後にスクエアを作るため、もう二組が追加された。カップルは、スクエアのそれぞれ四隅に配置され、踊る際は、一組が踊っている時、他の三組は、休んでいた。カドリーユ用語は、例えば、ダンスのフィガーだと、ジュテ、クロスシャッセ、プリエ、アラベスクがあるが、ほとんどが、バレエ用語と同じである。19世紀に、カドリーユはさらにポピュラーなものになり、カレドニアン。 ランサーズ、レントラーを含むワルツの要素を使ったフォームに発展した。ドイツとオーストリアでカドリーユが知られるようになった時、当時の部局作曲家たちもカドリーユ人気に加わった。絶えず、パートナーが入れ替わるカドリーユの構造は、18世紀、ヨーロッパの政治システムと比較された。ヨーロッパ諸国の勢力均衡を維持するため異なる、相手と新たに同盟を組むことは、 ステートリーカドリーユと呼ばれるようになった。カドリーユは第一次世界大戦まで流行した。ラトレンニスのフィガー、レボンジャンルカドリーユは次の5パートのフィガーから構成されている。レ・パンタロンに4拍子、または6、8拍子。アバカ、エルエ、ティエに4拍子。アバ、ラプール6、8拍子。アボカベ、ラパストラーレに4拍子。 アブクバ、フィナーレに、四拍子、オベ。このうち、ラパストラーレは、ラトレンニスと変わることもあった。ただし、ウィーンのカドリーユでは、ラトレンニスの次にラパストラーレが来て、合計6パートになった。ポルトガルのブラガのフェスタジュニーナで、クアドリーリャを踊るブラジルのセルジッペ州のフェスタジュニーナで、クアドリーリャを踊るフランス語圏のショーアンティル諸島には、 クワドラルとして知られる派生ダンスがある。ポルトガル語圏ではクワドレリアと呼ばれ、今でもポルトガルやブラジルのフェスタジュニーナ祭りの際などに盛んに踊られている。18世紀にトランプ遊びにもカドリールという名前が付けられた。プレイヤーは4人で2人1組でプレイする。カードは8、9、10のカードを除いた40枚を使う。 当時流行していたオンブルという3人用のトリックテイキングゲームを4人で遊べるように改造したものでルールはかなり複雑であった。しかし19世紀末には廃れてしまった。ジェーン・オースティンの高慢と偏見の中では上流階級のキャサリン夫人が客たちとカドリールに興じる。ありがとうございます。